小1時間大丈夫よ。自由だよ、それは。まあ、とりあえず近況報告の形になると思うんですが、3月7日で69歳、過ぎました。でね、独協の専任教員の定年が70ですから、今年あと1年ということで、時間割なんかもですね、もう好きなように組んでいいよって言われるわけですよ。大体もう最後の1年ですからね。で、自分の好きなように過ごしていい1年だろうと思った。そしたらね、永井さんが来てね、何を言うかって言ったらね、今のラグビー、ちょっと先生どう思います？でも、ね、きついよねって話になって。で、最初ね、僕ね、永井さんがね、事務局の定年65歳なんですよ。だけど、まだあるなと思ってたの。そしたらね、今年定年、もう3月31日で定年になるって。見た目65歳じゃないいや、最初知らないからね、僕ね、何の話をしてるんだと思ってたの。そしたら、自分は定年になるから、時間的には少し余裕ができる。で、そこで話が出てきたのが、俺を巻き込んだ形で何とかしようという話だったのね。独協のラグビー見てらんないと。で、永井先輩が非常に熱意を持って独協のラグビーを何とかさ、今の形よりも少しでもいい形にしたい。で、そのためには俺が監督を引き受けろっていう話になったわけですよ。待てよ、俺せっかくさ、最後の1年時間割も自由に組んでさ、いいも何にも当たんなくて自分の好きなような1年でもって終われるのになと思ってたのに、そこに出てきた話はこれだった。それでだからみんながおめでとうなんて言うとさ、いやそうじゃないよって反発してるわけね。で、そうこうしててですね、もうあそこまでその永井さんの熱意にほだされて、じゃあ2人でやろうよって決めて、あれ数日だったね。もうじゃあもう俺がしょうがない、監督引き受けよう、永井さんコーチで行こうよねって言っていた数日経った時のさっきの話が出てきたわけ。今泉がどうだって話がね、これは話としてはもっと前からあった話らしいんだけど、我々知ったではもう話が2人でついて、じゃあやっていこうよねって言ってる時に、その今泉がそのコーチかな、まあスポットの、コーチでも引き受けていいというような話が現役を通してあったっていうようなことがあって、じゃあまあまあそれはどうしようかっていう問題もちょっとあってね、話はしたんですけど、それで、まあ、そこに関して言えば、まあ俺は独協のラグビー大好きだし、俺が独協のラグビー見てる分については誰にも文句言わせないよっていうことは心の中では思ってるけれども、外にはあんまり言わないそれで緊急報告の続きですよね。あと1年しかありませんから、まあここについては、まあ、永井先輩と俺で、あとはその若手 の現役に非常に近いところでね、コーチ軍スタッフに入ってくれるような人間をなんとか巻き込んで、まあ、ラグビー部を少しでもいい形にしていこうという話では今まとまっています。で、その具体的な名前まだ出て今当たってる段階なんで出てこないんですけれども、まあ、なんとかそんな形でいけたらいいなと思ってます。それで、さっきも言ったように、次の3月31日で私も定年になりますんで、その後のことは、まあどうなるのかね、ラグビー部の、まあ、全体を、まあ最初ですね、部長監督コーチ全部やってた時代は自分だけの段階で言ってたんですけれども来年になりますともういませんから、そのあとねどうするかっていうこともあるんで、考えてはいますけれども、ちょっとまたラグビー部にとってはきつい流れになるかなというふうには思ってます。ですから、まあ一層OB がねまとまって、そのあたりをその考えてくれるといいなと思います。で、今日のこの機会もね、まあみんな懐かしい顔にも会えてるんですけれども、やっぱりちょっと若い年代との間がね空いてるんで、その辺をなんとかそのしていければいいかなと思ってますんで、その辺のことも考えながら、まあ現役がいるかどうかということは、もう永井さんさっきも言ったけどね、15人しかいないような形でもって、去年一昨年の
2シーズン前かな、まあよく公式戦が全部できたよなというような時があったし、去年はもう少しいいチームになれるかなと思ったけれども、どうしても、まあ、全体としての流れをもう一つ作れなかった。まあそれはやっぱりあの指導陣が、まあ、僕はまあ部長という立場でいましたけれども、まあそういう立場で見るのと、まあ、監督とかコーチとかっていう立場で見るのとはどうしても見方が違うので、まあ、学生の接し方も違うというようなことがあってね、うまくいかなかったのがあるんですけれども、まあ、その辺のところも考えながらやっていけたらいいなと思います。ただし現役がですね、まあ、15人いないとあの学年の場合ね、あの試合がスタートできませんから、15人いないときはこれ勘弁してください、試合ができませんでしたということが起こるかもしれない。でもまああの今日グラウンド、まあ、永井さんも一緒に行ってくれたんですけれども、まあ、新人もな、まあ、5名ぐらいは入ってきそうなので、今日グラウンドにいた、グラウンドで動いていたメンバーは16人いましたので、これは1年生っていうか新しいあれを入れてね、で、まあ、あの今怪我して休んでるとか、今日はあの授業で授業をかぶってるんで授業優先で行ってるとかいうメンバーがいますので、まあ、あのラグビーができるメンバーはいると思いますので、なんとかそこをですねいい形にしていきたいなっていうふうには思ってます。で、あのおめでとうもなんともなくて、あ、まあご苦労さんと言ってくれるのが一番いいかなと思ってまあ率直な気持ちはそんなところです。どうも。加藤先生、長谷さん、どうもありがとうございました。じゃあ、 あのまだ時間で許す限り飲み物ともありますし、食べ物もありますんで、どうぞあの簡単にしてください。